瞬間やったらいいんだけど、うん、直角で曲がった時にバーストしてまっすぐやったら気づかへんの。ああ、ほんで次曲がる時にもうズルズル。そう、曲がらへんから見事突っ込めるやん。そう、見事優秀賞取れる。縁石みたいなのはあんまりないからな。そうや、だからガツンと引っかかって落ちることはない。綺麗で溝に落ちるか谷に落ちるか、深いのはやめてな、浅いとこにしてやる。意外にさ、この待ってる間に喋ってることが、あの面白いことが生まれてることがいっぱいあるんやね。まだ入ったかね。上がってる。5時8分よ。もちろん7分になったら OK。 小さいわ。入れ替わってる。入れ替わってる。これ破れてたもん。ああ、待って。めちゃめちゃやそら汗もかくわな。もういけんで。ほら破れたやんか、サイズ合わない。もう来年かいかね。お願いします。昨日、うん、入れ替わったんや、多分ヘルメット。ああ、どっちかどっちかで、ね、ヘルメットは見たらわかるけど手袋まで見てへんから。そうそうそう、揃えんのは見た目揃ってていいねんけど、手袋ぐらい色ちゃうのにしといた方が分かりやすいかもね。そうやな、うん、木村が登りが多いから軽い方が有利だよな。違うな、俺らも多分な、2人とも痩せたらもっと早いなんだ。あと50キロ減らせるよ、2人。そうやな、どっかのドライバーさんも言ったかったで。ああ、お米があります。2キロ、ほら左、あ、さっきはおったんだよね。他は不明。オッケー。ちょっと7キロあたりが滑るかもしれない。はい。ま、そうですね。7キロあたり滑るらしいですけど、あとは踏んでください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてください。はい。なんかそのタイム表記赤で書いてしまった。タイはないです。だな。ペナルティーじゃない。いやいや、俺のために赤で書いてる。優しい人やな。やばいやばい。やばいやばい。俺ただ見とこう。おい。コドラいらんかな。トラック上げて大変やな。エンジン切れて。ここで演奏しなあかんやろ。左ロフクから。